はいどうも皆さんやってまいりました森リチンです。今回も MHFZ の動画撮っていこうと思います。さあ今週もやってまいりました。今週のここということでですね、今週もいろいろ見ていこうかなと思います。さあ今週はですね、ニューがですね、かなり少ないというか、まあ、えっと、今週はこの4 上の4つねここの4つのみでございますえっ、ー、とですねかなり少ないというかまあ今週はいろいろしティガレックスに集中できるかなっていう1週間になっておりますがとりあえずまず見ていきましょうはいということでねあこっちはないなえーあ,あったあったあった,あったえーとティガレックスでございますはいこちらですね天守ティガレックスが実装されましたえっ、ー、とですねまあティガレックスの方はねいろいろまあね皆さんやってると思うんですがかなり借りやすい天守になってるというかまあ僕の印象では僕のね感じてるものでは天守の中ではやつは最弱 みたいいいななくらい、えー、りやすすモンスターになってますのでね、えー、今回僕は武器ほぼほぼ全部作っちゃいたいなくらいに思ってますんでね皆さんもぜひぜひ、えー、頑張ってねあのやってみてくださいえっとまあ今回の30個の素材はこの袋ですね袋共鳴 袋でいいのかかななんかこいつこいつが、えー、30個の素材になっててあのー、3段階目の強化に血が30個だったりとかくらいかかってたかな一応もう片手剣の方作りましたんで明日にはね、えー、片手剣使ってみてよ動画出してみたいなと思いますでですね、えー、今回はですねあのー、武器全種と、えー、ね、えー、防具 5V、ね、所持でこれでですね武器を全部作るとジェストレウアスが 2V 分手に入って素材がね2部位分手に入ってでそしてで、えー、僕全部このね全部というかまあ5 V ね持ったらレイレストリアル王が1部分でエルラスタ同行券が、えー、3枚ねもらえるという感じになっておりますでまあテンイティガのね、えー、性能に関してはこちらを見ていただくとまあこれプレビューサイドなんですがでまあこのねいろんな攻撃ありましたまあこれのほとんどがそこまで脅威ではないこれだけだねこれの攻撃が一番怖いかなあのなんかこうグワ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 グてどこどこどこってやってくるやつね あ、こっちかなこれかなわかんない。えー、っと、その辺。あの、やられるやつが。で、出血やられるに関しては、止血玉を持っていけば全然ね、余裕でしたのでね。いや、本当に狩りやすいモンスターになってるなと。で、防具のね、性能を見ていくとこちらですね。まずで、剣士の方はこちらなんですが、胸がめちゃめちゃ強い。胸がめちゃめちゃ強いんで、これはね、僕も胸は絶対に。あと、頭かな胸と頭あたりは絶対作っておこうかなというふうに思ってます。ごめんなさい。ガンナーはよくわからないので、とりあえずこんな感じの性能になってます。でね、武器に関してなんですが、えー、片手剣は絶対に作っておいてください。マジで、あの、もう この中だったら絶対片手に優先絶対片手優先だなって僕思ってますねもう作り終わ,終わったけどあの本当にめちゃめちゃ強いえっ、ー、と攻撃力はねあーこれは明日の動画でいいよ <laughs> えーということでね <laughs> ぜひぜひ武器の方もね作ってみてくださいそしてですね今回ねカリウド祭がまたやってきております今週は入魂祭ですね、えー、今現在のこれはあこれこちょっと更新したらなんじゃない更新されないですね、えー、今ですね、えー、もうちょっとであと1時間ぐらいしたら更新される予定なんですが一応こんな感じのねなってます今回はですねパッシ っていうね防具がね、えー、来たんですけれどもこちらがですねまあ板割りとか入ってる防具の段階で板割りとかが入っててでまあ氷海創生が3入ってる防具になってますね玉の時はね氷海創生3ということでねまあ撮りたい方は取っておくといいんじゃないかなというふうに思います特に、えー、目立った新モンスターでの、ね、入魂対象みたいなのはないかな、えー、こんな感じになってます今回祭りポイント2倍なんでね、えー、ぜひぜひ入魂頑張ってやってみてください そして、えー、こちら、お花見イベントが来ております。お花見イベントね、飲んだ飲んだよ、飲んじゃったということでね、えー、ランスが、えー、作れます。このクエストは普通にや、えー、って、あ、こっちから多分、天意のやつを。 えー、あ、そうね、直接計算するには10個だから、多分これまた1回やれば終わりなんじゃないかな。ちょっとまだ挑んでないんでわからないんですが、まあ一応このランスがの性能がこちら、ドドンというか、あ、だだだ違うわ。えーこ、こちらですね。えー、性能がこちらとなっております。えー、ランスの性能こちらですね。ねー、攻撃力1,104の、睡眠340の、まあこれはね、えー、まあ睡眠は上げられないことないと思うんですが、ガード性能強化プラス1ということでね、いやなんか別になんか支援強化とかその辺が来んのかなとか思ったけど <laughs>、適当なね、普通に ガード性能強化が来たんで、まあねあねのバシムとかまだ枯れないね方とか、まあ、防具がなかなか厳しいという方は、これ使ってねそのガード性能強化のがどれくらい強化されるのかっていうのを試すんだったら、このランス作ってねあの遊んでみるとまた分かるんじゃないかなと思うのでね、ねあのー、試してみたい方はぜひぜひ作ってみてください。ねまあ、正直でも弱いからねまあ、試す程度でね使ってみるといいんじゃないかなと思います。リチだしね ってことでね、えー、今週はさらにですね、秘伝書コースのね、秘伝書コースの強化週間になっております。えー、これね、いつもよりも多くもらえるということでね、えー、9枚もらえるのが11枚みたいなぐらいね、確かもらえる。で、えー、優先のやつだといつも5枚のところが7枚みたいな感じでね、いろいろ増えますのでね、ぜひぜひやってみてください。えー、僕はちょっときついかな。 そしてまあ今週もいろんな男クエストねお得ブーストクエスト来てるんですがまあてパパパーと見ていってまあパパパパーと感じでございますそしてまあフィーチャーウェポンに関してはこんな感じのスケジュールになっております最後にじゃあまあフロクエとか今週のあと精錬のすすめのねクエストがどれ来てるか見てみようかな はいまずね、精錬のすすめはですね、あ、そうだ、あとね、あの、天衣ティガの、ね、イベントの武器あったじゃないですか、あれはね、まだね、取れますのでね、ぜひぜひ、あのこれでやるのもまた、ちょっと切れ味短いんだけど、あのこれでやると結構早く倒せるみたいなので、ぜひぜひ作ってみるといいかなと思います。まあ、雷がかなり効くみたいです。で、まあ、今,今週精錬のすすめは、ヒプノック繁殖器、まあ、普通にだから、そうだよね、ヒプノック繁殖器のやつだね。<laughs> で、エスピナス、バルラガル、デュラガウア、あ、僕、バルラガル回りたい。 あとデュラガウアとかもねいいですしまあこの辺ねあの秘伝で使うものとかもあでも1%かな秘伝で使うのはまあまあまあとりあえず取っておくといいんじゃないかなと思いますで付録絵に関してはおなんかいろいろ来てるね2頭のやつが来てるけど多分ねそんなにこう2頭だからといって適当になんかこうねその専用のものがあるわけではないやつだなこれはなでまあ付録エがポン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 といろいろ来てますのでねぜひぜひ結構来てるね今週ねあこれスペリアだ ね、いろいろ来てますんで、ぜひぜひ。あー、ポボルバルムとか回っといた方がいいね、これね。この前の動画で言ってたけど、ポボルバルムとかやっておくといいんじゃないかな。あー、ビオルグとかもいいな。てな感じになってますね。ぜひぜひやってみるといいかなと思います。今週はですね、まあ、入ンサイト、ね、えー、ティガレックスに集中していく、そんな一週間になると思いますので、まあ、ラビもないんでね、えー、ぜひぜひ、えー、やってみると、頑張ってみてください。ということで、今週はこんなもんでありがとうございました。えー、またね、来週も今週のここやりますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。 ねえ生放送やら動画やらよろしくお願いしますチャンネル登録よろしく、えー、次回お楽しみにグッドバイバイバイ はいえー、先週のね、えー、あった天狼のね、貢献報酬など受け取ってない方は、ぜひぜひ受け取っておいてください。僕はちゃんと受け取ってるね、オッケーあとは曲性のね、やつも受け取ってない方は、しっかりと受け取ってください。これをね、言い忘れてました。で、入魂祭に関してもね、えー、あのプーギーのね、プーギーじゃない、ね、猫の、魂集めとかね、あの辺もしっかりやって、ね、で、イリーのね、デイリーモスもしっかりやって、入魂祭頑張ってみてください。ノルマ達成のやつは OK かな。ランキングのやつですね、ランキング報酬の受け取り。 はい、ポン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 もらっておディズビルはちょっと高い1,000いかないぐらいかという感じでね皆、えー、さんしっかりと受け取っておきましょう